今回はお腹が出ている方、姿勢が悪い方、1日1時間以上座っている方、腹筋をすると腰が痛くなる方、この4つのパターンのうち1つでも当てはまる方は一緒に頑張っていきましょう。今回はたったの10回 3S ポーズというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見ることで、今言った4つのパターンが簡単に改善できていく簡単なポーズというのが分かってきます。やり方を聞いてもらって一緒にエクササイズしていきましょう。はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回ですね、お腹が出ている、腰が痛くなってしまう、姿勢が悪い、座ってる時間が長い、この4つのうち1個当てはまった方は今回のエクササイズすることで改善できます。今回 3S ポーズというのを紹介していきます。キャメル、キャット、コブラ、この3つのポーズになります。どれも難しくないポーズなので一緒にやってもらえたらと思います。そして腰が逆に反れて強い方はですね、最後にもう一つチャイルドのポーズを含めて 4C ポーズを一緒にやっていきましょう。まずこの4つの原因の一つとしては、前ももが硬い、腰が硬い、お尻が硬い、この3つがね、主に原因としてあります。この3つを今回ポーズで伸ばすことで、お腹がへこんで姿勢が良くなって、腹筋をしても腰が痛くない、座ってる時に腰が痛くなるのが楽になる、といった嬉しいことが待ってます。一つずつ紹介していきます。各10回やっていきます。ですのでおまけ合わせても40回、辛いことはないです。一緒に動画を見ながら真似してください。それでは一個ずつやり方を紹介していきます。まずはキャットのポーズです。四つん這いの状態からお腹を引っ込めて腰を反らす。次に腰を丸める。腰を丸めたら少しお尻を締めます。そして腰を反るときにお腹が前に出ないようにお腹は持ち上げておいてください。ゆっくり腰を反らします。で、この四つん這いが手が前に行ってしまうとお腹と腰伸びにくいので、気持ち手は近づけてもらってちょうどいいぐらいです。肩の下、お尻の下に位置が来るように合わせてください。これをまず1往復で1回、これを10回やっていきます。腰が温まってない場合、腰痛くなることあるので反るのはいいんですけど、丸めるときにゆっくり丸めてください。これをまず10回一緒にやっていきましょう。スマホは顔の下に置いておいてください。それではいきます。 3,2,1,GO!お腹をしっかり引っ込めて、3、腰を丸めるのは無理せず、4、5、6、7、腰が伸びてきたらしっかり丸めて、8、9、10、OK! 次にコブラのポーズをやっていきます。今度は前のもももストレッチされます。まず脇の下に手をついて体を持ち上げます。ここから両膝曲げて、つま先を後頭部につけるぐらいのイメージで前ももと腰を使っていきます。状態がこのままだと腰が痛くなることあるので、一回ずつ腰を緩めます。足はそのままです。伸ばす、降りるっていう繰り返しを10回です。それではいきます。 3,2,1,GO!1 呼吸はリラックスです。2,3,4,5,6
7、8、9、10。 OK。 次にキャメルのポーズです。正座からお尻を上げます。このまま手のひらでかかとを触る感じです。こういう感じです。これでしっかり上を向く。お腹はできるだけ反れないように、お腹引っ込めたままで体を倒してって上向いて戻る。もし前ももが伸びすぎて辛い方はかかと軽く触るぐらいいいです。もしくはこっから倒れることが辛い場合、かかとを持ったまま10秒キープでも OK です。できる方はタッチ、辛い方はかかとを持ってキープ、やっていきましょう。10回です。スマホは顔の下に置いてください。3、2、1、2、3。前ももしっかり伸ばして4、5、6、7、8、9、10。 OK。 そして最後、おまけにチャイルドのポーズです。正座をした状態で手を遠くに伸ばして腰を丸めて10秒キープです。ラストです。手を下についたら指でできるだけ前に進んでください。それでしっかりね、腰とお尻伸ばしてください。最後いきましょう。10秒です。3、2、1、5、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK。 お疲れ様でした。どれもね、難しくなかったと思います。これでしっかり腰が温まって、腰が伸びて、そして固まってた腰のコリがほぐれています。腰っていうのはやはり体の中心になりますから、この腰が悪いとですね、やはりどのエクササイズしてもいいフォームができないし、腰をかばってしまうフォームになってしまうし、エクササイズが非効率になります。なのでしっかり腰をね、まあ、いつも伸ばしてもらって、温めてもらって、腰の筋肉がねちゃんと収縮できるようにできていればですね、腰の違和感っていうのは減ってきます。腰が痛い場合、腰が筋肉伸ばされるだけでも違和感感じますから、あ、腰痛だみたいな感じでね考えてしまうんですけども、ただストレッチされるだけで腰ってやっぱ痛くなりますから、普通のストレッチと一緒ですから。なので腰が悪いんじゃなくて腰が硬いってパターンもね結構多いです。なので今回みたいに筋肉を使う、伸ばすってことでゆっくりやるとね、腰が温まって腰が痛い感覚楽になります。ぜひこのね、チャイルドを合わせて 4C のポーズというのをまあ身につけてください。そして前ももを伸ばすことでお腹が引っ込むんですけども、前もも硬い人っていうのはやはりお尻が出てる、ちょっと膝が曲がる、お尻が出る、で上体が体にまっすぐになるってことで腰が反れる、こんな感じのね姿勢になってしまいます。でこれっていうのは通常お尻が締まって骨盤が立ってるとお腹ってへっこむんですけど、骨盤が前に出るとお腹の力が抜けちゃうので、どうしてもお腹がね出てしまう。そして前のももがお尻出すと前ももっていうのはちょっと緩むんですよね。でこれがしっかりお尻が締まって骨盤が立つと、ここの筋肉が伸ばされるので、なので前もも硬い人はお腹が出やすい。そしてここがねやっぱり柔らかい方は骨盤が立ててもここが伸びても別に楽ですから、お腹がへこみやすい、お尻が締まりやすい。だけどここが硬い人はこの位置よりもちょっと縮めたくなるから、ちょっと膝をね曲げてしまうとか、お尻を出してしまう、ここを緩めてしまう、
近づけたくなる、こっちに下にといったような原因で骨盤が前傾しすぎてお尻が出てお腹が緩んでお腹が出るっていう風になりますから、今みたいに前ももをねしっかりキャメルのポーズで伸ばすことで骨盤が立てれて前ももが柔らかくなってお腹が引っ込んできます。ぜひ前もものストレッチも含めてください。頑張った方、よかったらグッドボタンやコメントよろしくお願いいたします。各種 SNS も行っております。説明欄にリンク貼ってます。よかったらリンクのフォロー、シェアもよろしくお願いいたします。今回もご視聴ありがとうございました。